青木治の話しておきたいことこことからはスタジオ部員によるコラムのお時間です今日は先週に引き続き、防衛予算の増額についてですね、うん、あの今うの新聞、各紙、長官も、あの先ほどこうピックアップニュースで取り上げたその救済新法に関する与野党の動きと同時に、えー、首相が防衛費の増額幅みたいなものをある程度示したっていう,こうニュースが大きな話題になっていたので、ちょっとまあ、 しつこいかもしれないですけれども、これあの、やっぱり本当に考えておかなくちゃいけない問題だなってことなんですね、でつまりこう、まあ、防衛費を増やすんだと、でまあ、その5年をかけて、まあ、将来的には GDP 比で2%の枠まで増やそうということなんですよね、で合わせて言えば、ああこれも先週かな、触れたんですけれども、敵基地攻撃能力、まあ、今日のテーマでもある、言い換えでいうと、反撃能力っていうのも持とうと。<laughs> 持つってことですよねでも実際にそれに向けた動きももう進んでいる例えばトマホークミサイルをアメリカにもう購入を打診しているこれ射程が千数百キロで、えー、中国の主要都市まあ朝鮮半島はもちろんですけど中国の主要都市も射程に入るようなミサイルを持つと。これってその支持するにせよ支持しないにせよこの国のまあ戦後の防衛というかねこう国の在り方の根本を 大きく変えるものですよねあの1%っていう枠をだいたい GDP 比で1%程度に収めましょうっていうのはこれはもう何十年にもわたって日本の防衛政策のずっと強持として守られてきたものをいきなり2%にしましょうあるいは専守防衛に徹するっていうことで少なくても攻められたらそれを守るためには戦いますけれどもそのための構想地として自衛隊は置いてるんだけれども少なくてもこちらからこう他国を 攻撃するような兵器武器の体系っていうものは持たないようにしましょうっていうのを敵基地攻撃能力っていうのは覆すっていう意味で言うと本当にそのこ,うこの国の防衛安全保障のありようっていうものを根本から変えるっていう意味で言うとねこの程度の議論で大丈夫ですかなんとなくズルズルと言っちゃってませんかっていう問題もあるし今日こう、ね、主なテーマとしているその防衛費の問題で言うと2%にしますよと。 言うんだけれども今のところこれあの政府の有識者会議は、えー、増税でやりましょうよということを言ってるんだけれどもところが与党内からは「いいじゃねえか国債でと」と国債発行すればいいじゃないかこれ国債ってのは何かって言えば借金ですよね。で世論がどういう状況になってるかっていうと、えー、先日読売新聞が世論調査をしていて。 防衛費のの増額に関ししてては賛賛成成といいいいう人いう人人反対ががる若干賛成の方が多いんですねこれはおそらく背後にはロシアによるウクライナ侵攻であったりとか北朝鮮がミサイルをバンバン撃ってるとかあるいは中国がねこう習近平独裁権威主義体制を強化して軍事費を増やしているとかっていう不安感があるっていうのは背景にあるのは僕もよく分かるんだけれどもしかしその財源を借金にするっていうのは これはまあその全ての国大体そうなんだけれども特に日本の場合は戦前戦中の反省があってこれ防衛費ってものを借金でやり始めると財源がなくなるわけですよつまりだから防衛費はやっぱり借金でやっちゃまずいときちんとした財源を作ってやんなくちゃいけないっていう問題があるので読売新聞の世論調査だと財源もね借金でいいじゃないかっていうのが実は一番多いんですよ世論調査でもで。これやっっぱりねね増税っていうと当然僕らの、ね 懐が痛むので増税は嫌だってなるとなんだって言うと借金になっちゃうんだけれどもでもそっちの方向に向かうっていうのはこれはどう考えてもまずいと僕は思いますしこれはあの防衛費増やすのが是か非かあるいは敵基地攻撃能力を持つのが是か非かっていう問題とは別に僕はこれは断固としてやるべきじゃないと思いますしそれは歴史の教えるところだと思うんだけれどもそういう方向に流れていいのかっていう問題もあるからもう一点これも前回もその話してきましたけれども まあこの国の財政状況っていうのは1,000兆円ももう借金してるわけですよね。で借金がこんなに膨れ上がっちゃったからまあその,あの社会保障の将来像も描けない要するに社会保障の年金とかその医療とかの社会保障の将来像も描けないからみんな不安だからなかなか子どもも産めないし貯金をして景気も良くならないし少子高齢化に歯止めがかからないっていうこれ悪循環になっちゃってるわけでしょ。 っていう状況の中で防衛費はいきなり2%でですよでもこれは前話しましたけれども教育とかその子育てにかけているその予算の規模っていうのはヨーロッパなんかに比べると半分以下、うん、OECD 先進国の中ではこう平均レベル以下っていう状況で果たしてこうないお金をどこに使うべきでしょうかって考えた時にどうなんですかね僕なんかは毎回言いますけれども。防衛 っていうよりもむしろ国民のこう生活とか安心とかって考えたら教育とか子育てとかその社会保障とかそっちの方に使うのが 僕はいいいいんんんんじゃななななかかとと思うううだけど、うん、どどでですすすねねね確実に足りりてないところは山ほあまもそよしかも足りてないどころかそれも借金で賄ってるっていうことを考えるとあ<ー>まあその財源をどう作るのかっていう議論はね例えば消費税なのか法人税なのか所得税なのか、まあ、いろんな議論があると思うんだけれど、うん、僕は金の使い方がちょっとおかしくはないですか間違っていませんか、うん、っていうことが言いたいのと最初に話戻りますけれども。 そのこの国の安全保障のありようというものを根本から変えるのにどうでしょうきちんとこう国民的議論なされてるでしょうかっていうのはあ思うんですよね結構ねあの年金のお話もありましたけどその財源確保の棚上げみたいな、うん、そのままなんか進んでいくみたいなのって見覚えあるな聞き覚ええああるるななっって思っちゃいますよ、ね、結果的にこれが、ね、借金借金ってことになっていけばさら、うん、に将来の世代に。 ことにもなるしこんな借金してて大丈夫なのかなってこともあるしさっき言ったように防衛費っていうものを借金でやり始めると再現がなくなって危険ですよっていうのが戦前戦中の反省でもあるし、うん、からもう一個だけ付け加えて言うんだったらそのこう日本が専守防衛っていうものを維持して敵国を敵っていうかまあ他国を攻撃しないって 攻撃するような兵器を持たないでいたっていうのが一転して持つってことになるとそれって果たしてこの日本の周辺朝鮮半島とかアジアとかの本当にそのこう安定につながるんだろうかむしろそれがこう不安定かあるいはこっちがこう軍,軍事を増やせば向こうも増やす向こうも増やせばこっちもさらに増やすでまたそれを借金でやるんですか、うん、っていう形でいわゆるその軍拡の罠安全保障のジュレンマつまり 再現のないその軍拡合戦みたいなことにもなりかねないっていうようなことも含めてこれは本当にそのこうまあどうやら年末の,ねその安全保障関連の3文書っていうので敵基地攻撃能力も書くしからもう防衛費2%っていうのはもう決定したかのようになってるけれどもこんなにこう安易に戦後の日本の防衛とかこう安全保障のありようっていうものを根本から変えるようなものが行われていっていいんだろうかっていうふうに僕は強く思っているのでしつこく、うん。 今週も触らせてもらいました、はい、中身と予算と財源とまだまだね議論が必要ですよね、うん、青木治の話しておきたいことこのコラムはポッドキャストや YouTube でもお聞きいただけますぜひチェックしてください